んにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい。今日はですね、マリスコ、皮3種類ご紹介。おお、待ってました。やったー。ということで、最近めちゃめちゃ人気いただいてるマリスコ、はい、新シリーズも登場いたしましたので、うん、今現行で、お取り扱いがある3タイプ、3レザータイプっていうのを全部ご紹介しようと思います。見応えありますね、はい、もうなんか最初の段階から綺麗な皮が並んでますが、まあ、オーソドックスなタイプから1色ずつご紹介していこうかなと思います、うん、はい。まずはこちらですね、マリスコプエブロレザーのタイプになります、うん、こんな感じで皮の表面にヤスリがけの加工が施されているものになりますね、うんうん、なのでお使いいただくとこの手触りが徐々にこう皮と手の摩擦によって寝てきて、皮の油分がこう徐々に表に上がってきたり、手の油分が徐々に移ったりして経年変化がすごく楽しみやすい皮になります。なるほど。特にこのマリスコナポリというお色は徐々に使っていくとキャメルというかちょっと濃いめの茶色に変わっていったりもするので、うん、皮お好きな方はすごく選んでいただきやすいお色かなと思いますね、うんうん、はい。でこちらのプエブロレザー、タンナーはバダラッシーカルロイタリアンレザーになります。皮自体はカウレザーですね、生牛のメスの牛の皮になります、うん、張り感はあるんですけれども多少柔らかい、うん、しなやかな皮といったところですね、うん、はい。結構皮自体の個体差も楽しんでいただけるものになるので、生体のシワ、トラとかっていうのもしっかりついてワイルドさも感じられるような皮となっております。続きましてこちらですね、ダービーというレザーになります。また雰囲気変わりましたね。そうですね、すごくこう上品で張り感があって、はい、ポップなお色でお持ちしております、うん、でこちらですね、フランスアルザス地方のアース社と呼ばれるタンナーさんですね、うん、はい、のレザーになります、うんうん、こちらがクロムナメシの皮になるので発色がすごく綺麗で、うん、傷、水などにも強い皮とされております、いいですね、使いやすい。そうなんですよ、うん、しっかりもうガシガシ使っていただける皮になります、はいはい、でこの皮自体も有名老舗メゾンブランドでもお取り扱いがあるような皮でして、非常に上品でかつ耐久性も高いレザーとされておりますね。わー素敵、めちゃくちゃ上品ですよね。開けてもらったところのこの内装はブラウン、ダークブラウンで統一されていて、うんうん、でこのパカッて開けたところでは内装は見えなくて全て革張りされているので、はい、すごくこう均一感、あと上品さっていうのはすごく感じていただけるかなと思います。で片押しのレザーになるので、うん、マリ、レンマのここの刻印ですね、ほのかに見えるような感じですね。すごくこう皮の上品さ、気品っていうのを感じていただけるかなと思います。この皮自体がカーフですね、子牛の皮を使用しております、うん、で子牛の皮ってこう薄くて柔らかい印象があるんですけれども、うんうん、この片押しがされることで張り感としなやかさっていうのがプラスされております、うん、なるほど、はい、でダービーレザーも展開としては6色あるのでお好きなお色を選んでいただきやすいかなと思いますね。女性らしい雰囲気ですね。そうですね、うん、ちょっと女性らしい雰囲気で、まあ、特にあのポップなお色、明るめのお色をお持ちしているので、うん、色変化があんまり好きじゃないとか、うんうんうん、綺麗な発色が長く続いてほしい女性の方、うん、あるいはこうパリッとお仕事用で使いたい男性の方、うん、もうブラックネイビーとか選んでいただくとシックな印象になるんじゃないかなと思います、はい、最後ですね、こちらがクリステルカーフというレザーになります。クリステルカーフはですね、かなりこうこれも上品な雰囲気、先ほどのダービーよりもこう一層パリッとフォーマルな印象になります、はい、この皮はですね、縦にこう薄くシワが入っていて水しぼと呼ばれる片押しがされております。この縦にシュシュシュッと細く入った片押しがですね、うん、非常に気品があって、これも先ほどのダービーと同じようにある程度傷、水に強い皮とされておりますね。綺麗ですね。めちゃくちゃツヤがしっかり出るので、うん、
コードバンとかお好きな方はこう刺さりやすい革なんじゃないかなと思っております、うんうんうん、はい、でこちらもカーフですね、カーフレザーに型押しをしておりますので、うん、張り感としなやかさが感じられるようなタイプの革となります。で先ほどのダービーよりも細かい型押しになりますので、はい、すごくこう今の照明の光を反射してこうキラッと光ってもらえるような、うん、すごく大人なモデルになりますね。そうですね、はい、確かに内装もこれもダークブラウンで統一されておりまして、はい、ここのシルバーのホックもなんだか目を引くような感じになりますね。お使いいただくとですね、はい、こうより一層ツヤが増してこう潤い感のあるツヤが出てきますね、はい、なんでこう使っていって育てる楽しみのあるレザーかなとも思います、うんうん、いいですね、はい、面白い、うん、はい、本日はマリスコのレザー3タイプを一挙ご紹介ということで、うん、3タイプをご紹介させていただきました、はい、それぞれのですね、詳細は概要欄の方にリンクを貼らせていただいてますので、そちらの商品ページからもぜひチェックしてみてください、はい、ではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。